いきなりこのお話から見た良い子のお友達には大変申し訳ないのだが、全く何の前触れも言われもなく、ただただなんとなく俺たち5人は閉じ込められていた。参りましたね。ここはまるで夢の中のように曖昧で、誰かの心の中のように不安定です。そしてどうやらここを脱出するにはこの扉を開かねばなりません。なぜそんなことがわかる？書いてあります。これマンホールだよな。心の扉です。マンホールだよね。マンホールだな。心の扉という名のね。人の心に開いた穴、まさにマンホールです。なんかこいつの喋り方嫌なんだけど。だいたい開くって言ったって、こんな持つところもついてないような蓋をどうやって開けるんだ。そんなもんぶち破ればいいじゃん。オラ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 。いけません。乱暴にすると傷ついてしまいますよ、心が。誰のだ、誰の心。あれ、これもしかして扉についてた取っ手なんじゃない？取れちゃったのかな。違います。おそらく折れたんでしょう、心が。だから誰の、言ってみろ。まあどうやらこれを取り付ければ開けられそうだな。おいどんぐり、ガムテープ出せ。はいよ。突っ込まないぞ。俺は突っ込まないし、何も見ていない。あー、見ていない見ていない。ダメだな、ガムテープじゃあんまくっつかねえ。他に何か使えそうなものは持っていませんか？あ、宇宙魔人が襲ってきた時に縛り付けるための導線なら持ってるよ。導線で勝てるわけねえだろ。違う、宇宙魔人など襲ってこないということに突っ込め。おや、これは電池ですね。ふむ、こういうのはどうでしょう。この取っ手を磁石にして扉にくっつけるんです。磁石なんぞどこにあるんだ？導線に電流を流すと磁場ができるというのはご存知ですか？あー、知ってる。方位磁針が動くやつだね。ひゅってね、ひゅって。導線の周りの磁界は近くのものにも伝わっていくんです。つまり。なるほど、確かに電流を流した導線に鉄の取っ手を通せば取っ手が磁石になる。しかしくっつく力が弱いんじゃないか？そこです。たった1個の電池セットではせいぜい方位磁針が動かせる程度の磁力でしょう。かといって電池が作れそうな材料もない。あ、その時突然スーパー壁が迫ってくる。トライ、壁が迫ってくる。どうする、あ、どうする。うわ、なんで、どうした。まずいですね。この空間がどんどん消滅して狭くなってきています。一刻も早く開かなければ。心の扉を。一個の電池と針金だけでもっと強い磁力を出すなんて、そんな魔法みたいなことが果たしてできるのだろうか。スタージャンが電流を使った磁石を作り出そうとしていたのは1820年頃のイギリス。日本でいうと江戸時代の中頃で、商業が盛んになったり、農民が百姓一揆をしたり、海岸で外国船を追っ払ったりしてた頃だね。電流を流した導線の周りには磁場ができるんだけど、そこに軟鉄でできた棒を通すと磁場が鉄棒にも伝わって鉄棒が磁石になるんだ。電池を外すとただの鉄棒に戻るよ。電池と導線がたくさんあれば磁界が強まってもっと強力な磁石になるんだけど、今は電池が一つしかないんだよね。もっと磁力を強くするにはどうしたらいいの？